また、和歌山市にやってまいりました。逮捕日からちょうど25年10月4日で、25年になります。で、逮捕されたご本人林健二さんにまたお話をお伺いできればと思っております。今取材すべき人に一日密着 YouTube ドキュメンタリー密着マンデー。あ、父さん、どうも。今日はね、ちょっと鍵閉まってるということでね、裏からです。あ、あら、父さん、お元気ですか。すいません、こっちから入っちゃっていいんですか。これね、玄関の鍵になります。あ、じゃあ、これで安定。わかりました。ちょっと向こうからじゃあ入らさせていく。久しぶりや。あ、お久しぶりです、すいません。よいしょ。こんにちは。お久しぶりでございます。あ、大丈夫ですよ。マスクして。大丈夫。はい、大丈夫、大丈夫です。僕もします。うん。すみません。じゃあお邪魔します。はい、どうぞ。すみません。ここなんじゃないけどね。ええ。すみません。失礼します。あのね、昨日も言うだけどね。はい、俺、若干言語障害のこっちゃうね。はい。で、夏と冬がね、こんな暖房とか、このクーラーよ。うん。もうちょっと喋っとったらね、声がもうガラガラになってまう。ああ。もうね、骨が詰まってもんね。うん、話ができやん。大丈夫ですよ。もうちょっと。マスクやっとったらね、自分の喋る声が、また喉へ入って、はい、蒸気になるわけよ。はい。それでこう、今、電話あってね、はいはい、昨日イベントに来てくれたんやけど、あの、上手やったから、まあ、そのままに聞いとってくれ。すいません、一旦ちょっとカメラ止めますね、すいません。うん、こちらの取材は、ちょうど2年前、23年目の時に。そうです、2年前やったな。そうですね。あの、来させていただいたんですけども、改めてでも、うん、お元気そうではあって、相変わらず。相変わらずです。どうですか、この2年で何か変化はございましたか。変化というんじゃなしね、やっぱ全てがもう今却下されてるでしょ。だから最新の方でもね、はい、まあちょっと頼りにやってる方が亡くなったり、はい、まあ弁護士さんが体調不良で休んだり、はい、だからあんまりいいことがついてませんね。でもその中でもまあ、で少しずつあと世論が、なんですかね、まあ、袴田さん事件といい、ああ、まあ、桜井さんちょっとこの前も亡くなってしまいましたけども、ああ、とにかく大きな、ね、事件が、国もちょっとその揺らいできてるというか、元々の判決を覆すこともあるんだなっていう、ちょっと世の中になってきてる気がしたんですけども、ああ、お父さんの時はどう思いますか。僕から考えてですね、僕もそうですけども、やっぱり逮捕されたという、されたということはですね、何かやっぱり悪いことやったから一応逮捕されてるんですから、僕らも保険金詐欺という形で逮捕されて、うん、まあ京子さんに言ったら袴田さんにしたって今でこそおかしいなっていう人も増えたでしょうけど、はい、やっぱり当時はやっぱり自白やってるんですよね。まあ僕はやりましたいうことをやっぱり言ってるんですよ、警察で。だからそれを今頃やっぱりこれ冤罪やったのかって言うてもね、なかなか納得できんとこありますね。やっぱり一応自白やってるんですよ、はい、やりましたと。ほとんどの冤罪事件僕見てますけどね、うん、その中間に必ず自白やってますね。やってもないことをやりましたと。なるほど。ね。だからそれ言ったらもう、
やっぱり取り返しがつかんね。どうですか、昨日くんが、また面会に、お母さんの面会行かれてたんですね、実は昨日。で、まあ、くん的にもなんか、後遺症が新しくなって、やっとなんか冷房が入ったらしくて、でそうすると、まあ少しね、今までの冷房なくて、地獄のような地下、高知城よりは良くなったみたいなんで、3食もついてるし、ね、外で出てきても結構大変なね、またマスコミに追われたりもあるだろうから、入ってんのもいいんちゃうって冗談で言ったらば、お母さんが、そんなことないよ、やっぱり私は出たいのよってすごい言われてさ、私は絶対出るっておっしゃってたらしいんですよ。それ聞いてどう思われますか？正直な話、やっぱり出てきてもしんどいと思います。やっぱりね、小さくなって生きていかなあかんのちゃうかなと思って。あ、再審になって無罪になってもですか？やっぱり世間全部が全部、はい、やっぱりああ、やっぱりやってなかったかっていうふうなの見てくれないんじゃないんですか。やっぱり保険金詐欺やってますんでね。はい。もしどっかの店行って、ちょっと文句言ったり、まあ、どっかのスーパー行って買い物やって文句言ったりしたらね、やっぱりこの人やってるんちゃうかっていうふうにやっぱ思い込まれて、やっぱり生きていくんじゃないかなと思ったりしますね。それ考えるとやっぱあれですか、お父さんの中でも、まあもちろんカレーに毒は入れていないにしても、お二人がどうしてもやってしまった保険金詐欺というのが、結構いろいろ尾を引くんじゃないかってことですか。もうで、どこ行ってもね、僕自体が小さくなってますもんね。あ、今までやったら、もうイライラムカムカしたことでも、思い切り文句言うたけど、うん、今それやったら、うん、ああ、こいつはやっぱり元犯罪者やなとか、うん、ね、裁判では一応指導やって言われたけど、うん、本当はこいつもやっとんちゃうんかというのはやっぱり怖いですね。そうですね。まあでも本当は法律的には保険金詐欺の食材はもうとっくに済んで、済んでもう20年以上経ってるようなところがあるじゃないですか。そうですね。やっぱりそんだけ負い目があるんですね。やっぱり自分に元犯罪者という観念が強いですね、やっぱり。そうなんですね。だから僕はいくら偉そうに今言ってもね、うん、聞いてる方はね、ああ、何よ、元犯罪者が今更言うてんねやと。というふうに見られたら、もう言い訳にしか過ぎんと思うんで、うん、あんまりもう文句も言ってません。文句言わない限りに、そんだけのストレスがかかってますね。いや、もう、でも過去のことだけど、やっぱどうしてもそれは拭いきれない傷になっちゃった。そうですね。ことですね。そうなんですね。その中、ちょっと僕も2年前来たので、俺おかしいじゃんおかしいって言って YouTube 上げちゃいましたけど、で、まあ、それもお父さんの記憶正しいと思いましたし、であんなやって昔のことをあんな鮮明に覚えてるわけないじゃないですか。よく覚えてますよ。嘘だったらですよ、これが本当に作り話だったらそんな昔のことを、ね、衝撃があんまり今大きかったですね。急にこんなになったでしょ、はい、一変したからね人生が、はい、だから細かいとこまで全部覚えてます。だから多分おっしゃってることは本当なんだろうなと思って、僕もそのままね、YouTube アップしましたけども、でもやっぱり中にはね、やっぱ犯罪者の言うことを何そのまま流してるんだみたいな、ちょっと誹謗中傷的なコメントも来てたりしてて、でもね、だから難しいですよね。確かに保険金詐欺をしてしまってた事実はあり、お父さんが言ってたように今傷もね、どうしても残っている中で、でもやっぱりカレー事件は違うということを皆さんに分かって、本当はね、マサワさん、今僕は言ってるデイサービスなんですけどね、はい、病院関係なんですよ、はい、だからお医者さんっていうのはね、こういうハープとか、うん、
こういう難問題にもいろいろ詳しいんです。だから中にはね、林さんこの事件だけは僕らが見てどうしても納得できやんと。あ、やっぱ頭の言い方多いんですよ。はい、あ、そういうやっぱこれ事件おかしいんじゃないかって言ってくれてる、これ増田さんどうなるんですかね最後はって。あ、そうやって聞いてくる医者があるんですよね。はい、それから1週間経ってデイサービス行きますと、同じ医者がね、はい、僕の旗に寄ってきてね、はい、林さん言い方悪いんやけど、この事件は国はね、増美さんが死ぬのを待ってますよと、獄中で死んでまうのを待ってますと、もうこれ国もどうしようもないんでしょう、うん、ね、まあ言い方悪いんやけど、そんなふうにして、僕この事件に関心あるんで大概まあネットや YouTube 見てるんですけどね、これあとどっから考えたっておかしいって。ああ、でもそんなあれですね、ケア受けてるお医者さんもそういうふうに言ってくれてるって、なんかちょっと今までとはだいぶ全然違います。ほんで、まあ嬉しいことにね、僕もずっと言ってるでしょ。はい、で、結構おとなしいんですよ、向こうで。はい、カラオケも好きやから、歌うとしてね。ほんだね、林さん、あんた私6年見とってね、うん、あんた方私やってないと確信しましたって。あなたね、事件の匂いが全然しませんと、僕は。ね。独特の味があるんやけどね、犯人には。はい、その匂いが全然感じられませんと、まあ言ってくれる人も多いんですよ。へえ、そうなんですね。でも僕全く同じですね。僕もそんな感じなんで、というか、ね、息子さん、お長男さんがと会った時もそうですし、お父さんとお会いした時もそうですし、なんでしょう、狡猾だ、まあちょっと昔ずるいところがあったんだろうな、だからこそお父さんね、特にね、だから保険金詐欺もやられてたんだろうなっていうようなことはまでは咀嚼できるんですけど、そのお父さんと何ですかね、連れ添ってたお母さんの話を聞きながら、カレーに理由もなく毒を入れる、とてもじゃないけど想像がつかないんですよね。それはもう全然想像つきませんよ。うーん、あの日確か毒入れたのが12時40分からの時間ですから、はい、そのところ僕はね、何も知らんと家の中でそうめん食べてましたよ、はい、毒ちょうど入れた頃の時間だったら僕縁側でタバコ吸ってました、はい、だから夕方6、7時から行くカラオケ屋に、マスミと一緒にいたんですけど、うん、そんなことやった後でカラオケに行ったことなんか全然持ってませんでしたよ。ね、いつものマスミと一個も変わってないかったし、うん、車の中で冗談ばかり言うて。それですね、でもそんな、やっぱ先生の、ね、お父さん見てくれてるお医者さんもおかしいって言ってくれてるってことは、やっぱすごく、まあ、僕もこう発信して嬉しいなと思ってるんですけど、はい、やっぱおかしいと思ってる人がだいぶ増えてきてるんで、ああ、もしかしたら本当にお母さんが出れる、奥様が出れる日が来るんじゃないですか。やっぱりね、松本さん、そんな人がだんだん増えてきてくれてるからね、はい、僕もね、胸張ってデイサービスに行けるんですよ。あ、ね、よかったです、それは。だからうちに来るヘルパーさんにしてもね、はい、僕今生活ついてるから毎日来るんですよね、はい、だから来るときね、会社から言われるんですって、はい、今からあんた行くとこは林健二さんというところで、うん、林真澄さん の主人やからなって言うてもね、はい、で中にはそれは怖いなと思う人もいてるらしいんやけど、はい、で来てね、ちょっと冗談交えて意気投合したらね、はい、会社へ帰って言うんですって、はい、なんとも優しい人ですよって思いやりがあってね、うん、わしの介護ええけどもあんたらが倒れたらあかんぞと、こんな言葉かけてくれるねと、うん、で寒かったら言うつかえと、うん、
まあ、家に行ったらね、もう、こんにちはって入っていた瞬間に、冬の寒い時、暖房パンと切ってしまうような虫があるんですって。林さんはそうじゃないって、寒かったら暖房つけちゃうし、ちょっと待っとくよって、はい。あんな利用者めったありませんよって会社で言うんですって。やっぱり自分がね、苦労してね、辛い思いあったらね、人に対してもね、やっぱり優しくできますね。冤罪だとしたらば、本当に不条理な中、拘置所暮らしを強いられてる真澄さんですけども、やっぱ出てもらいたいですよね。出所してもらいたい。しかし、真澄さん、これはね、これ今出したら大騒ぎになるんじゃないですか。はい、あ、世の中がね。と思いますよ。もう日本の司法がやばいですよ。これおそらく今マスに出てきたらね、冤罪やいうことが分かって出てきたら、僕が考えるのはこれ世界のトップニュースになりますか。